交流戦巨人1、4オリックス、2024年6月9日東京 D。巨人はオリックスにまたも完敗を喫して4月のヤクルト戦、5月の広島戦に続いて今季3度目の同一カード3連敗。貯金が2に減り、5月30日以来のセ・リーグ3位に後退した。前日8日に育成契約から支配下登録されたばかりで、プロ初登板、初先発となった相手5年目左腕。 佐藤和真投手23の前に打線が5回までわずか1安打無得点に抑え込まれた。0対3で迎えた6回、2番手右腕、鈴木から先頭の丸が8試合連続アンダー &24 試合連続出塁となる中前打で出塁。1試後吉川、岡本はの連続支球で1試満塁とし、3番手右腕、吉田から坂本の左義ひで26イニングぶりの得点を奪った。 だが結局、得点は最後までこの1点だけだった。巨人は7日のカード初戦では、育成出身の東康平投手、24、に8回2安打零封を許すなど、2安打礼敗。8日の第2戦は斉藤京介投手、19、に5回1安打零封されるなど、5投手系投の前に4安打礼敗を喫して斎藤にプロ初勝利を許しており。 この日の佐藤で屈辱の2試合連続プロ初勝利献上となった。なお、交流戦は6勝6敗で勝率5割となったが、相手4番、西川に3試合連続で初回に先制打を許すという等打ともに課題の残る3連戦となった。開幕から無傷の5連勝中だった菅野は初回に2点先制を許すと3回にも1点を失い、6回4安打3失点で降板。 9試合目の登板で今季初黒星を喫している。